福音記者ヨハネとシノペのマルキオンを描いた絵画マルキオンは2世紀のローマで活躍した小アジアのシノペ出身のキリスト教徒。シノペのマルキオンとも呼ばれる聖書の聖典という概念を初めて打ち出し、自らの基準に従って独自の聖書聖典を作り上げた。マルキオンの思想にはパウロへの強い系統とグノーシス主義の影響が見られる。彼は教会によって、 異端とされたが、その思想を支持する人々は、ローマでマルキオン派という自分たちの教会を結成し、その後数世紀にわたって存続した。マルキオンは小アジアの国会沿岸のポントス付近の都市ノペの出身であるとされ、職業は選手であったという、司教であった父と対立して、出本、小アジア各地を経て、ローマに至った。 ローマの教会に資材を寄付して受け入れられたが、やがて対立、その思想が正当なものでないと判断され、144年の教会会議で破門された。このためマルキオンは、ローマで独自の教会を設立するに至った。彼の創設した教会はマルキオン派と呼ばれ、はじめローマで盛んになり、後に各地へ分散して長く存続することになった。 マルキオンは異端とされたために教会による噴書が行われ、著書は現存していない。しかし、マルキオンの思想は彼を反爆した神学者たちの資料から逆に推測することが可能である。マルキオンに反爆した神学者としては、ユスティノス、エーデナイオス、テルトリアヌス、オリゲネスなどが挙げられる。マルキオンの思想を知るために、特に重要なのは、テルトリアヌスの著作。 マルキオン反爆である。反爆者たちの文章から推測される。マルキオンの思想は次のようなものである。まず、イエスは、ユダヤ教の待ち望んだメシアではなく、誠の神によって派遣されたものである。ユダヤ教の期待するメシア像は、政治的リーダーで違法人を打ち破るという要素が組み込まれていたことが、マルキオンには誤りと思えたのだ。また、神が、 人間のように苦しむはずがないとして、イエスの人間性を否定した。このように、イエスの人間性を単にそのように見えただけだとする考え方を加減説という。同時に彼は、旧約の神は、怒りの神、嫉妬する神、不完全な神であり、旧約の神が作った世界は苦しみに満ちた世界であると考えた。一方、イエスの示した神は、旧約の神とは異なる。真の神。 慈しみの神であると唱えている。このことから、マルキオンは、キリスト教徒にとって、旧約聖書は必要ないと考え、自分たちのグループのために本当に必要な文書のみを選択しようとした。これが、キリスト教の歴史における最初の聖典編纂作業である。マルキオンは、福音書の中で、ルカによる福音書のみを選択し、新約聖書の書文書の中から、特に、 パウロの手紙を重視している。マルキオン聖典は以下のような文章を含んでいた。ちなみにどちらもオリジナルをそのまま採用したのではなく、マルキオンが手を加えて改変したものであった。ルカによる福音書、パウロの手紙このようなマルキオンによる聖典の編集への反動として、2世紀以降キリスト教内でも新約聖書の聖典編纂の動きが推し進められることになった。また、 マルキオンには、グノーシス主義的な傾きが見られる。マルキオンの思想に見られるように物質の世界を悪とし、それとは別の霊的世界を想定する二元論は、グノーシス主義の特徴を示しており、マルキオン自身が、グノーシス主義に含めて考えられることが多い。ただし、キリスト教、グノーシス主義諸派の特徴として、創世紀の独自な解釈や、 ケ事に導かれて様々な福音書等を創作する点が挙げられるが、マルキオンは逆であり、聖典を極端に限定して捉えている。また、認識ではなく、信仰を重視している。このため、グノーシス主義とは区別して考えるべきとする研究者もいる。マルキオンに関する著作としては、新学者アドルフ・フォンハルナックが1921年に出版したマルキオン。 違法の神の福音が、今日でも、基本文献である。DAV 春ナック、競技士公用、串間知恵、1997年、P54。DAV 春ナック、競技士公用、串間知恵、1997年、P53。DAV 春ナック、競技士公用、串間知恵、1997年、P53。DAV 春ナック、競技士公用、 福島知恵、1997年 P52 ありがとうございます。